宮沢隆夫は日本のプロ経営者である。株式会社ハルメクホールディングスの筆頭株主であり、同社及びグループ会社の株式会社、ハルメク株式会社全国通販、ハルメクベンチャーズ株式会社、株式会社、ハルメクビジネスソリューションズの代表取締役社長を務める。東京大学大学院工学系、研究科航空宇宙工学専攻終了。 神奈川県出身。東京大学大学院工学系研究科にて、航空工学を学んだ後、野村総合研究所へ入所。UCLA ビジネススクールへ留学、MBA 取得を挟みつつ、主に自動車業界や航空、宇宙業界をはじめとする製造業を対象にした、リサーチ、コンサルティングを約10年間になった。その後、1992年に、 ボストンコンサルティンググループへ展示、約4年間にわたり戦略コンサルタントとして活躍。1996年、テレマーケティングジャパンに入社し、2003年には、同社代表取締役 CEO に就任。黎明期にあった、日本のコールセンターアウトソーシング事業で成果を上げる。2009年、ポリエチレンファンドの J スターから、いきいき株式会社の再生簿を委任され、 代表取締役社長に就任。経営再建を達成。2014年には全国通販代表取締役会長も兼務。2018年4月、株式会社ハルメクホールディングスの代表取締役社長に就任。2020年、自身を筆頭株主とした経営陣にて株式会社ハルメクホールディングスの MBO を実施。親会社である 農立高機株式会社が保有する全株式を取得し独立。シニア女性誌でナンバーワン出版。冬の時代に成長する会社。プロジェクトデザイン。2019年8月30日。閲覧。宮沢隆雄氏。プロ経営者になる。経営者インタビュー。www.carenq.com。2019年8月24日閲覧。 人、ハルメクホールディングス、宮沢隆雄代表取締役社長、シナジー創出、成長力高める連載記事、日本流通産業新聞、日流ウェブ、2019年8月24日閲覧。株式会社ハルメクホールディングス、経営陣による、マネジメントバイアウト実施に関する、お知らせ株式会社ハルメク。ハルメクウェブ50代からの女性支部数ナンバーワン。 公式サイト2020年11月2日閲覧ありがとうございます。